ち斜めってるけど、私が斜めればいいのかですね、今日は先ほど動画上がってるかと思うんですけど、イータンとトークンに妊娠の報告をして、これから親にも今から報告しようと思います。ちょっとね、親は取ることを知らないので、どんな反応するかマジでわからないんですけど、結構びっくりすると思うし、ね、これどうやって撮ってるの？イータンとトークンにはね、ちょっとタブレットでちょっと静かにしててもらいます。何？これ。じゃあね、私の家に電話したいと思います。びっくりするかな。一応お父さんもね、今日はねいるっていう風に聞いてあるので、ちょっとリアルですけどもう。ミニオンやってもいい？うん、いいや、ミニオンやっていいや。どうしよう、お風呂入ってたりするかも。お父さんに電話してみようかな。もしもし。あ、もしもし。うん。あれ、お母さんいる？いや、いない。あ、ちょっと待って。なんか電話したけど出なくて。まあまあまあゆいちゃん。いる？あのさ、お父さんももしもし。あ、もしもし。お母さんさっき電話したんだけど、ちょっと繋がらなかったから。今さ電話大丈夫？あ、ごめん、気がつかなかった。うん、大丈夫大丈夫。うん。今大丈夫？うん。あのさ、お父さん近くにいるんだよね。ミニオンタッチをしたミニオン。いいよ、ミニオンいいよ、ミニオンいいよ。見つからない。何？あのさ、スピーカーにしてもらってもいい？お父さんも聞こえるように。タッチ、レゴランドやってくれた？ミニオンやる後だ。あのですねなんとなく察してるかもしれないんだけど、すごい大事なこと言うね。うん。妊娠しました。あ、そう。あ、そうってお母さん聞こえてる今ね7週目なんだけど、まだ初期だから全然安定期とか入ってないんだけど、一応報告しておこうと思って。はいなんて言ってる予定が一応3月の下旬で、イータンとトークンからすると4歳差で、どっちにしてもねずっと欲しかったから、このタイミングでできてよかったなと私は思ってて、ちょっとまたイータンとトークンの面倒を見てもらったりとか、ちょっとこうサポートしてもらうことがあるかもしれないから、ちょっとよろしくお願いします。自分が生まれたところに行くっていうちょっと一回この前行って分かって、で今日母子手帳ももらって、一応確認してもらって、多分今回は双子じゃなくて1人だと思う。また双子だったらそれは大変そうちょっとまた双子だったらちょっとやばいだろうなと思ってたからあれなんだけどです。はい、分かった。え？本当？おめでとうね。ありがとうね。なんか言うのもね、なんかすごい緊張してたんだけどちょっとちゃんと言おうと思って。それであれお休みとかっていうことは、あ、そう、うん、それもあるし、ちょっとイータントークンの体調が悪かったっていうのもあって、ちょっとそれが重なっちゃって、ちょっともうそれどころじゃないと思って、まあ今もねちょっとなんて言うんだろう、そんなにつわりとかがあるから、と元気ってわけではないんだけど、やすくんに手伝ってもらいながら、なんとかやってますっていう感じ。でもそうするとそこの家は狭くなるよ。そうなんだよ。いろいろ出てくるよね、問題がね。まあね。そうなの。だからちょっとね、考えていかなきゃなとは思ってたんだけど、まあもう一人、もう二人ぐらい欲しいなと思ってたから。ね、はい。あとさ、ちょっとだけさ、YouTube 撮ったんだけどさ、今、ちょっと使ってもいい？リアクションを。うん。あんまりいいリアクションじゃない。いや、いいの、それリアルな感じを撮りたかったからさ。あんまりよくないよね。大丈夫、大丈夫だから。なんで何も言わない。いや、だっていきなり。お父さんだね。お父さんは何も言わないから。お父さんは聞こえてたのかな。聞こえたよ。大丈夫だよ。だからちょっとたまに。もしかしたらイタトーくんの面倒見ててもらうこととかもあるかもしれないし、ちょっとどういう風になるかわかんないけど、安心かなと思って、はい、ちょっともしかしたら妊娠中もサポートしてもらったりすることもあるかもしれないから、ちょっとよろしくお願いします。またお宮参りとか行くと思うから、すごい問い詰められてしまって。話さざるを得なくなってしまって、その旅行の件もあったから、だからちょこっとまあそういうのもあったし、今日もどっちにしても母子手帳もらってから話そうと思ってたから、今日一番に報告しました。ただまだ確定ではないですみたいな感じで、ほがらかに報告しました。ほんわりとね。やっぱり YouTube のやつ言ってたから、まあ体調が悪かったからかなとは思ったけど。いや、まあ本当はそれもそうだけど、まあそうだね。ちょっとやっぱ座りがね、すごいからここ押すんだよ、長押し。わかりました。よろしくお願いします。はい、バイバイ。またね。はい。終わりました。うんって感じだったね。いやでもまあうちの親って感じ、こういうのを知ってたらこういう感じだと思うから、その通りだなって感じ。これがリアルだよね。じゃあ次、妹ちゃんにも電話したいと思います。出るかな。仕事じゃなければ、仕事終わってるから、そうだよね。出ない。親子揃って出ない。LINEしてみるわ。